はスノーマンの渡辺翔太についてジャーニーさんが話すみたい。私は資生堂に行ってくるけどね。バイバイ。ちょ待てよ。ちょっとユウたちに話を聞いてほしいんだけど。いいよ。ファッション誌スプリング6月号の表紙に渡辺が選ばれたわね。そうだね。それがひどいのよ。聞いてくれる？どうしたの？ファッション誌の表紙にしては珍しくターバン巻いてるじゃない。あんなのする男いないでしょう。あれは後付けなの。額にすごいものが現れたのよ。大型のニキビならしょうがないな。でなんとかなるでしょ。肉って書いてるとか。正解なの？まさかの肉の文字が彫ってあったの。墨で入れちゃったんだ。しかも小さく入れてるんだけど、肉ってちゃんと読めるのよ。若い頃筋肉マンに憧れてたんだろうね。なぜか写真をリタッチしても消えないんだよね。不思議だね。かなり怖いね。本人の強い意志がリタッチ機能を超えてきたの。僕一回見たことあるけど、うちって書いてなかった？